グラジエーターバーサスね、デモリッション、そんなマッチメイクも自分はぜひね受けていただきたいところもあるんですよ。いかがですか。やるんだったらね、もう上から下までぜひ強い相手だったらいつでも送り出す準備はできておりますので、皆さんいかがでしょうか。ぜひ望むところです。皆さん一緒に一生懸命盛り上げるためよろしくお願いいたします。乾代表とは口は聞かないと思いますので。関西を代表する2つのイベント、その意地と誇りをかけて激突、グラディエーターバーサスデモリッション、 6.3 大阪東成区民センター、開戦。関西発世界へ、高き目標を掲げた代表桜井雄一郎のもとに集った誠の戦士たちがしのぎを削る舞台、それがグラディエーター。そしてハイスピードプロモーション代表乾真嗣が長い期間をかけて関西に根付かせ、次々と実力者たちを育て上げたイベント、デモリッション。今そのトップファイターたちが禁断の扉を開く。 DXFC ウェルター級タイトルマッチでその王座を保持するグッドマン田中とグラディエーター中村優太が激突、共に体の強さに折れない心を持ち合わせる者同士、その全てが注目の戦いとなる。さらに現在空位のグラディエーターバンタム級王座決定戦もラインアップ。グラディエーターから和歌山の男中澤慎吾、そしてデモリッションから神戸リライアブルの総帥純が参戦、共に KO 決着を公言した両雄、倒すか倒されるか、その死闘から目が離せない。さらになんとグラディエーターフライ級次期挑戦者決定戦もラインアップ。すでにグラディエーターを代表する選手にまでのし上がったナーベル、デモリッションで経験を積んだ和製ヘラクレス宮田和幸の愛弟子上島勇気、スピードとテクニックが交錯するこの一戦、わずかなミス勝敗を分ける。世界を見据えて戦う者、格闘技界を盛り上げるために戦う者、そして己の信念を貫くために戦う者、この対抗戦に集った理由は皆それぞれ違う。しかし団体の意地と誇りを背負う思いは皆同じ。刮目せよ、勇者たちの命を懸けた戦いに。 6.3 大阪東成区民センター、グラディエーター VS デモリッション、新たな MMA の歴史がこの関西の地で刻まれる。